皆さんこんにちは。今回は以前紹介したこちらのテトリスでハイスコアを目指してプレイしてみたいと思います。それでは早速プレイしていきます。このテトリスの難しいところはホールド機能がないところでしょうか。肩にはまるものじゃなくてもうまいこと置く必要があります。ちなみに T スピンという技があるそうなのですが、私は未だにそれができません。その技ができるようになるともう少し高いスコアが出せるかもしれません。ハイスコアを目指してやってみましたが、結果は5番目でした。次回は1位になれるように、頑張りたいと思います。それではまた次回の動画で、お会いしましょう。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter もやっているので、もしよければフォローをお願いします。